流域ものチャンネル。はい、皆さんこんにちは、流域ものチャンネルです。ちょっと間が空いてしまいました。申し訳ございませんでした。ようやく涼しくなってきましたね。朝夕快適になりつつありますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、ヤフオク卵購入後の注意点後編としましてですね、ちょっと時期外れの卵の羽化後からなるべく早く秋のうちに張り子を大きくする方法を伝授していきたいと思います。それでは久しぶりに行ってみましょう。レッツメダカ。まずは前回卵購入の注意点の前編でのお話もしておりますので、もしお時間があればぜひ見ていただいてですね、張り子になったメダカたちを屋内飼育するのか野外飼育するのかのご判断をまずはよろしくお願いいたします。で、今回の少し遅くなった卵から張り子、張り子から稚魚に少し慌てて大きくしたいと思われている方は、まずは思い切って屋内飼育をとりあえずはお勧めします。やはりできることなら、張り子たちが秋を迎えるにあたって水温の安定を心がけたいところではございます。もともと春先から夏にかけて卵を産むメダカたちは水温の上昇に合わせて卵を産む傾向にありますので、今の季節はメダカには本来的には合いません。ですからなるべく室内での安定した温度管理が望まれます。もちろんもともと室内飼育されておられる方もいるとは思いますので、メダカにとっての環境が整えばどちらもいいことではあります。私のところのメダカの卵の最終がこの子たちで、8月30日の卵購入で、本日が9月13日の時点で、そろそろ張り子から稚魚という感じです。卵からという意味では、早いか春先のメダカの通常の成長に非常に近い状態の子かということになります。現在の水温状況としましては、27度前後ぐらいかなとは思います。それでは私の子育てを紹介させていただきます。毎回言いますが、賛否あろうかと思いますので、その辺はご理解の上ご判断くださいませ。まずは張り子が誕生して何日かしましたら、室内に適度な太陽光が当たる窓際飼育がおすすめです。もちろん卵の時点からも水温の維持のために窓際スタートが望ましいです。そしてほんの少しの PSB を投入して、また数日、その後は少しのゾウリムシがあればなおいいと思いますが、なければやはりグリーンウォーターを外飼育からの既存の桶から汲んで投入することがベターです。この辺りの稚魚で一番星になってしまうのはほぼ餓死です。餓死しないためにも微生物が入っているグリーンウォーターかあればですけど、ゾウリムシが一番成長スピードが上がります。ゾウリムシの成長スピードも真夏より今の季節の方がより繁殖力が上がりますので、ぜひお試しください。ゾウリムシの繁殖動画も上げておりますのでご覧くださいませ。この方法でまずは稚魚までスピードを上げていただいてですね、なんとか冬になるまでには幼魚になっているかと思いますので、そうなればタイミングを見て外飼育に持っていけるかと思います。間違っても真冬になってからの外飼育に切り替えはやめてくださいね。水温の急激な変化で星になっちゃいますからね。その住まいの季節環境を十分把握の上飼育をしてくださいね。はい、今ご覧いただいているのは龍の瞳です。おかげさまで最初に10匹バタバタっと落ちましたが、その落ちた原因が強烈な太陽光か
ゾウリムシの液が多すぎて水質が変わったのかというところはちょっとわからないところではございましたが、その後は分けて飼育して全部が生きております。このままですね、頑張って竜の瞳を育てて、また皆さんにお見せしたいと思います。竜の瞳はね、やはりアルビノということで目があんまり良くないということで飼育が大変難しいというお話でございました。確かに普通のやつよりは気を使いましたが、こうして成長してきました。今後もこの成長を皆さんお楽しみにしてくださいね。それとですね、以前から15品目のメダカの卵や稚魚を購入した際の動画を上げさせてもらってますが、まあ、あの時は紅玉というメダカの種類の卵が全然違う子供が生まれてきまして、それでももちろんやっぱり私はきっちり育てておりますので、ぜひですね、その紅玉じゃない紅玉をですね見ていただいて、また楽しんでいただければと思います。まあ次回とは限りませんが、どんどん動画も上げていきますので、よろしくお願いいたします。そして今日はお話しさせてもらった PSB の培養の動画やゾウリムシの増殖の動画を以前に上げておりますので、概要欄に貼っておきますので、また一度ご覧くださいませ。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったなと思う方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。